やちゃんです。あおみんです。こんこんです。りなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今回は、はい、りなちゃんのことを誰が一番知ってるのか、りなちゃん選手権です。イエーイ。もらって、はい、私たちがそれに回答して正解するかどうか、はい、1位の人がりなちゃんのことをよく知ってるということで、ちなみに優勝はお金米1円分嬉しいけどありがとう、はい、じゃあ優勝目指して頑張ってください、はい、いきます、はい、第1問、私が一番好きなラーメンの味は何でしょう。あんまりみんなの前では食べないラーメンですが、ラーメン確かにあんまり食べないんです。いや、食べに行ってたよ。全然行ってない。ラーメン屋さんのラーメン、うん、普通に一般的な味で、ね、スープの味で当てたいね。当てたいんですけど、なんか喋ってたような気がする。喋ってたかな、はい、じゃあコンコンからいきますか。はい、はい、じゃじゃん、味噌ラーメン。あおみんはこってり味噌。きよちゃんは豚骨。豚骨味噌。味噌豚骨、あったぎすぎとね。正解はじゃん、醤油豚骨。うわー、なんか違うと思った。え、じゃあ正解者なし。豚骨合ってるじゃん。で、豚骨はじゃあ 0.5 ポイントあげましょう。次の問題いきます。え、私が好きな男性のタイプは、こういう人が好きですっていう形容詞みたいなのがあるかも。でもよく言ってるよ、一人。よく言ってる人ってあれですよ。え、待って待って、三つにしない。なんで、なんで、なんで、三つにして1個でも取ったら2ポイントやだ。え、難しいじゃん、三つって芸能人の名前書かないって。でもうちら言ってんじゃん、たまに。やばい、もうモザイクだね。じゃあコンコンから、じゃんじゃん、面白い人、可愛い人、清潔な人。はい、イケメンでおもろくて大阪人。わあ、きよちゃん、面白い人、よく喋る人、イケメン。はい、面白い人、可愛い人、旅行好きな人。わあ、旅行好き、旅行結構行ってるもんね。はい、可愛い人、少年みたいな人、目がクリクリの。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。もう正解はじゃん、可愛い人、面白い人、仕事をしっかりする人。ああ。お金目当てやんけ、かっこいい。小さくお金ってけど、お金持ち書きたかったけど、なんかちょっとさ、コメント欄荒れそうだもん。いやいや、でもお金は大事だよね。うん、お金が一番大事。でも、面白い人、可愛い人がいるね。じゃあ、コンコンが2点。はい。あおみんが1点。きわちゃんが1点。ひとちゃんが2点。やったん。みどりんが1点。まさかやん。当ててるやん、全部。共演 NG のグラドル。やばい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 。共演 NG のグラドル、いない。共演 NG の人いるけど、グラドルはいない。当て側ない。当て側ない。それは当てる自信がありますじゃない。それは自信が聞いてるから。じゃあいきます。はい、私がお風呂に入って一番最初に洗う場所はどこでしょう。え、結構珍しい場所っていきなり変なとこ。一番最初にこの泡がつく場所を書くね。じゃあいきます。はい、コンコン、じゃん、右肩、首。キュウちゃん、首。スーちゃん、全部左腕。左腕、太もも、太もも。正解はじゃん、左手首。うわー、左手首。多分こういったらこういってる。あー、まあひとちゃん、じゃあポイントあげますか。やだー。じゃあ次の問題いきます。怒る私ですが、最近人に怒ったことは何でしょう。エピソードを書いてください。エピソード。最近どれくらい最近。昨日。え、昨日切れたっていうか、もうみたいな、注意したって感じかな。これの、え、でも、まあ、分かる、分かってますからね、私たち、うん、そうだね。なんか怒られたかな。かけた人からいくじゃん。じゃあ、おみんからいきますか。じゃん、のぞみん、または私のダンスの注意。怒ってはないじゃん。のぞみんのダンスが雑すぎて、僕はあおみんの足音。足音。ちょっと私も同じ。違う、嘘。ダンス練習でのあおみんさんの手にまためっちゃ切れてる。じゃあ、ひとちゃん、私はタクシーを。あ、おー、タクシーやって、確かに1日1回は必ずタクシーに切れてるんだよ。でもタクシーの人揉めてる。もうタクシー会社やろうかと思ってるんですよ。本当にいつも喧嘩
れだれだれ。運営に対して。正解は、はい、じゃん、タクシーの運転手。お、これは昨日タクシーに乗ったの。で、すっごい急いでて、ついて、で、支払いはって言われたから、スイカでって言って、携帯でピッてやったのね。そしたら、領収書くださいって言ったら、この領収書が出てこないから支払いできてませんって言われて、でも携帯では支払い済みって出てるの、値段も、領収書出す機械みたいなのが用紙が足りませんみたいな。だからさ、紙がないからやろってその人見たらめっちゃハゲててやばいと思って、あの用紙ないけどもう今日は領収書いいですよって降りたっていう。たまたま紙がなかったからさ、逆に傷つけたなって思って昨日は領収もらわずにも降りたってことです。はい、正解です。逆にニナちゃんの給料2019年の一番良かった月収。一番高い、2019年度ね。めっちゃむずい、全然ね、わかんない。一番高いのですけど、一番高い、めっちゃ高く設定しないではい、じゃん、120万。本当に300万。じゃん、60万、ちょっと上に足して重っ、やばっ、やばい、リナちゃんもらってみたい。正解はじゃん、250万。惜しい。いやいや、早いよ、払わないでよ。どうやったらそんな稼げるんですか。絶対に落差がありすぎてちょっと悲しくなったわ。うん、ちょっと本当に悲しくなった。意味が言わないで、一番働いてる。そうだから、お送りいたします。ありがとうございます。